どうも、お疲れ様です。舞姫大学でございます。今日のね、特別講義は、この、90歳何がめでたいというね、えー、書籍の紹介と、これ実は今、映画化されて、絶賛上映中なんですよ。まあ私もね、これ楽しみにして、上映を見に行ってきたわけなんですけども、なかなかね、面白い。もともとはこのね、90歳何がめでたいという、えー、佐藤愛子さんの、 このエッセイがね、原作になってるんですけども、このエッセイを面白おかしく映画化したのが、今回の上映ということであります。主演は、草笛光子さん90歳です。そして、唐沢俊明さんがパートナーを務めている、まあ、二人のね、やりとりがなかなか秀逸ということでございます。で、原作者の佐藤愛子さんはなんとね、御年100歳でございます。100歳にして自分のエッセイが映画化されるというね、 で、むちゃくちゃ元気ですね。この草笛光子さんもお元気ですし、原作者の佐藤愛子さんもお元気で。やっぱりね、90歳とか100歳でないと見えない景色、考えられない思考っていうのがあると思うんですよ。若くして優秀な方も結構いますけども、じゃあ、90歳とか100歳になって何を考え、どういう風に捉えていくかっていうのは、さすがにどんなに優秀な若手でも考えの及ばないところですね。90歳の 人を作るには90年かかるし、100歳の人を作るには100年かかるわけですよ。まあそういった人生の深みってものをね、感じながら、今回の映画、すごくおすすめなんでね、見ていただきたいかなと思います。そして、原作本もエッセイですから、すごく読みやすいです。1話完結というよりも、2、3ページで1つのセクションが終わるってことになってますね。まあ例えばね、ちょっと読んでみましょうか。どこがいいかな。えーと、こんな話がありますね。ぐちゃぐちゃ飯。ここはね、結構感動したところなんですよ。 121ページですね。はい。ぐちゃぐちゃ飯でございます。今年の6月、花が死んだ。花は14年間、北海道の私の別荘の玄関の前に捨てられた犬。生まれて2、3ヶ月。両の手のひらに乗っかるぐらいの大きさだった。夜がしらじらと明ける頃、空ク空クキャンキャンと鳴く声に家中の 目を覚ましたのだったと。いうふうな書き出しから始まってきて、ちょっとすいません、あの、読み方がね、下手くそというか見えないところもありましたんでね、飛ばしながら読みましたけども。この、花というね、ワンちゃんを拾ってきて、育てるわけなんですけども、この佐藤愛子さんがオリジナルで作ったね、ぐちゃぐちゃ飯ってやつをあげるんですよ。したら喜んで食べていたんですけども、ある日、元気をなくして死んでしまった。まあ、それがね、 14年前のことなんでまあこの花っていうワンちゃんも14歳ぐらいまあ犬としては長寿な方だと思いますでも最後死んでしまった原因がもしかしたら私の作ったご飯が悪かったのかなっていうふうにね振り返るところなんですよでそのご飯のことをぐちゃぐちゃ飯って呼んでたんですけどもこういうふうに締められてます花ちゃんは佐藤さんに佐藤さんって原作者ですよね 佐藤さんに命をさせてもらっていただいたって、本当に感謝してますよ。そしてね、あのご飯をもう一度食べたいって言ってますよ、というふうに、これね、霊媒師の方がいらっしゃって、亡くなったワンちゃんと対話をする中で、そのことをね、佐藤愛子さんに伝えたんですよ。うん。だから、亡くなったワンちゃんは、あのご飯のせいで死んだわけじゃないと。むしろあのご飯もう一回食べたいよ、っていうふうに言っていたよ、っていうふうに、その霊媒師の方がね、 佐藤愛子さんに伝えたんですよね。そして、こういうふうに最後の産業を締められています。これは何ですかなんだかぐちゃぐちゃしたご飯ですね。不思議そうにその人は言ったとか、途端に私の目からドッと涙が溢れたのであったというふうにね。これちょっとね、映画の中でも抜粋されたところなんですけども、泣きどころでしたね。今私が読んだぐらいでは何とも思わなかったかもしれませんけども、これが映像になると、ものすごく胸を打つんですよね。 はい。そんな感じで映画の紹介でございました。